美味しい。こんにちは。こんにちはって変な感じ。こんにちは。こんにちは。あ、なんかペアルックみたい。ほんまや。シミラールック。シミラールック。うーさんとシミラールックです。じゃーん。あ、ちょ、これもらおうかな。お、どうぞどうぞ。こんな、うーさん、そう。するかな。うおっ。上映会が終わりました。お疲れ様です。昨日食べれなかったフルーツを今食べています。私も昨日買ったポッキー今日の朝食べました。あるあるです。ポッキーの売り上げ上場ね。大事ですよね。でもそういう日、うん、だってもうスーパーの棚前一番前に、うん、ポッキーあれなんかすごい高くなめっちゃ斜めうさゆらゆらイエーイ。トッポと、うん、プリッツと、あ、じゃあ、はい、トッポとポッキーやったらどっちが好き？トッポです。うーん、やっぱチョコの方が多い方が良くないですか？うん、チョコいっぱい入ってるよな。わ、はい、かる。皆さんはどっち派ですか？みんなはどっち派？やっぱみんなも食べたんかな。ミックスジュース、これ200円。200円。うん、でも食べちゃいますよね。ん？何が？そういう日に。ああ、そうやな、うん、昨日食べへんかって。あ、食べなかったんですか？そうで、そのいっぱい買ってきてくれたやつが劇場にあったから、はい、朝ごはん食べてなかったから朝からプリッツしか食べてない。マジか。いや、朝ごはんはサンビーみたいなパンを食べました。おー、はい、サンビー？サンミー？なんか結構昔からあるパンなんですよ。初めてよ。サンミー。そう。トマトプリッツ、あ、でもなんかトマトプリッツ食べれるようになりました私も。無理やったん？いや、なんか別にうんって感じだったんですけど、うん、いっぱい食べれば食べるほどあれ美味しくないですか？トマトプリッツってトマト味？はい。ちょっとなんかピザっぽい味します。へえ、はい。トマト食べたことないです。チーズの入ったトッポなんかあるんや。へえ、すごい。まですか？ほんま？見たことない。見たことない。はい。ほんまに？ほんまに？ありそうやけど、あったら美味しそう。ラビグルメも知らんの？うん。知らないです。知らない。すごい情報通なんで。さすが。確かに2人の配信珍しい。うん、N と M ですもんね。うん。なかなか。横でプリッツ食べてポッキーゲーム。あー、うんさと、なんか喉上がってません？なんか上がってる。こんにちは、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 こんにちは。今日何の髪型しようかな。ツインテール。もう上映会ですよ。私下ろせないんですよ、公演中に。うん、こういう時で下ろしとかないとって変な、うん、あるね。あります。できひん時にやっとくやつ、はい、ツインテールはもう月に 2,3 回やってます。おー一番楽。おろし、そっか、はい、ゆるふわ系ができひんよな、公演の時。いっぱい踊るから。そうなんです。なんか変に気にしちゃう。あ、お疲れ様です。おはようございます。熱くなりますね。これこんなんなりません、ね、もう公演中、はい、なる。もう前髪どっか行くもん。いや、なんか髪飾りが上にこうやってなる。昨日言うかなってた。いや、あれが本当にいつこうなんか、うん、いい感じにできるかとか、なんかそういう変な考えがしちゃうからできないんですよね。もう踊るだけじゃなくいろんなとこに集中意識いくもんな。そうなんですよ。髪の毛の使い、でも髪の毛の使い方とか考えちゃうから、それはまあいい勉強。確かに。だった。前髪伸びた。あ、せいちゃん、ありがとうございます。こんにちは、しょきんさん。エクステ外しましたね。結構前に外しましたね、エクステは、うん、どっちも似合いますね。ほんまに？え、どっちの方がしっくりきますか？しっくりくるんは、まあ今の長さずっとやってるけど、でも長いのもなんかライブの時はいいなって思った。あ、確かに髪型がめっちゃ映える、うん、な。私なんかそれでずっと伸ばしてます。あ、そうなんや、はい、なんかえらい。ライブな、普通にプライベートとかのお洋服撮るってなったら一回切ってもいいかなと思ったんですけど、やっぱ
ツインテールとかポニーテールとかするから、うんうんうん、やっぱのの長い方がライブ中になんかやってて楽しいから伸ばしちゃいますね。髪の巻きね、うん、一回ここまで切ろうか迷ってたけど、そうなんですよ。短いのあんま見たことないな。切ったことないんですよ。あ、多分そうなん。え、切っても多分ここら辺。あ、そうやな。今の上さんぐらいを2年ぐらい前に切ったぐらいで、それ以外もう生きてて切ったことなくて、それ以上。あ、はい、もう経験したことないってこと？ないんですよ。ショートとかボブを。ボブも似合いそう。ほんまですか？でちょっと髪色明るくしたら、うんうんうん、ボブくならないんですよね。うんうん、と思いながら一生切ってないです。わかる。なんか切れない。きっかけいるよな、はい、なんか欲しいですね。でも小さいにそれ言ったら、うん、あの食べるときに髪の毛邪魔なんで切りましたって言っちゃう。まあ作ればええもんな、きっかけなんかなって言われて。違いない。チッキーらしいな。そう言われました。うん、確かに邪魔やけどって言って。すっぴんです。いや、すっぴんやな。はい、マジですっぴん。すごい、お肌綺麗すぎてすっぴん感ない。あ、ほんまですか。うん、でもここしっかり昨日ニキビ潰しました。あらま、あらま、潰しちゃったの。潰しちゃうタイプなんですよね。潰した方がすっきりするような。そうなんですよ。なんかな、ヤッホーヤッホーヤッホー、ハロー、助けてください。ヤッホー、隣に来たいの。仲間に入れてやってもいいよ。なんかこっち来たい。前だ前だ。何をしてんの。何ごっこ。助けてよ。逮捕したぞ。あ、逮捕した。生きたぞ。やめて、この至近距離はやめて。逮捕したぞ前だ。前だ、どうした。どうした、何したの。なんかこのあの部屋に行った瞬間襲いかかられて。さっきまでシオン寝てたやん。いや、寝てなかったです。寝てた。寝てきましたよね。追いかけてきて。なんか、うん、アイピが、うん、おはようございますって言うから、うん、誰だろうって見たら、うん、レイコさんだったんですよ。うん、でも挨拶をしてなかったんから、うん、私も初めましてだったので今日、うん、おはようございます、うん、みたいなもんです。何何の話。真剣に真剣に聞いてたこっちが思い出しくなるんですけど、おはようございます、うん、みたいなものを知ってました。うんうん、あ、なるほど。朝のね、はい、一旦朝のイチャつき、はい、いらない。寝起きでこのテンションはさすがすぎって。いや、寝起きじゃない。この子は今私と本番を終えました。あ、そかそかそか。寝起きはこの2人。間違いない。名言にはこの2人。今日は9時ぐらいに起きました。えらいね。みたらしさん。NB のみたらしです。よしよし。背が高い。もう縮んで縮め縮め縮め。何やこれ。やだ、やめて。あ、にゃー、ガーターや。ガーターがあるの。誘惑のガーター。誘惑のガーター。やってくださいね。何を。誘惑のガーター。やったことありますよね。ない。あれ、え、なかったでしたっけ。あかりさんの卒コンでやってましたでしょ。石田さんとやってなかったでしたっけ。やってたことある。なんで本人が知らないんですか。いや、ウーさんはほんまにしっかりしてそうに見えて、ほんまに抜けてるとこ抜けてる。かわいい。抜けまくって。あ、ガーター解かれた。え、あ、ほんまや。今から全部浮かぶの。ウーさんにガーター解かれた。イエーイ。ガーター投げてって。投げたいけど繋がれてる。みんなにあげたいこのガーター。あ、繋がれてるとこで手首裏辺に巻いたらもう二人は。え、結ばれてる。やだ、結ばれてる。レイコちゃんは私の猫ちゃんなので飼っております。飼い主。そう、そう、みたらしじゃなくて、みたらしはレイコちゃんが飼ってるから、まあ実質みたらしも飼ってるみたいな。うん、そういうことですね。うんうん、そうそう、うん、買われてるんです最近。そう、みたらしなんです。どういうこと。みたらしってどういうやつですか。え、どういうこと。知らんと言ってた。みたらしはどういう動物ですか。モルモットです。モルモットなんですよ、レイコさんは。んん、NMB のモルモット。人間やと思ってた。私人間なんですけど。え、
ちじめ顔見えないんだ。顔見せたくないんだよ。あ、だったらピンちゃん、あ、だったら縮まなくていいです、うん、でしょ。ピュアやな。やばい、ここで主従関係がどうしよう。 あれですね、スレーブ、スレーブ、夢逃げ公園には入ってたやつ。あったね。スレーブやりたいね。スレーブやってますよ今。ご主人、どっちがご主人？こっちです、ね。あ、そかそかそか。そかそか。なんか無茶ぶりしてください。無茶ぶり。じゃあお手。お手。え？ちゃんとちゃんと。何取れてるんですか？はい、いや、ああ、聞こえましたか？何取れてるんですか？昼間から何を見せられてるんでしょうか？私たちのイチャつきを見せて。私たちは NMB はいつも深夜なんです。どこでこれだよな。NMB のテンションはいつも深夜です。らしいです皆さん。ナチュラルハイ。最近すごいいじってくるウイカさんが。そう。あら、いじりがいがある。でも嬉しいんでしょ？なんでそんなこと聞く？喜んでるんでしょ？めっちゃ笑ってるやん。でもレイコさん目は笑ってないのに。今笑ってる？目も笑ってます。笑ってる。笑ってる。もういつも笑ってない。笑ってるよ。鼻水出る。なんで？風邪気味か？寒いです。寒いの。イジイジイジ。いじられてます。なんでウッカーさんにデレデレなんですか？まあそれは、うん、まあ、そういうことやん。そういうことやん。そして。シオンとはちょっと違うね。そういうことや。関係いや大丈夫。あ、ここでできる。ユイのドライヤーからな。ドライヤー。意外とめちゃめちゃドライヤーから。ドライヤー。ああ、ドライですか。ドライ。メンバーにドライだと思う。うん、めっちゃドライヤー。ドラえもんみたいな。あの先輩にはめっちゃ甘えてる。見たことない。甘えてくれる。ドライヤーと。ウンさんとかめちゃ甘えてる。私には甘えてきていいんですよ。めっちゃ大丈夫。めっちゃ甘えしかないよな。シオンに甘えたら。うん、大丈夫。めっちゃなんだ。めっちゃなんだ。そうそう。でも私結構8期生に甘えてこられるので。あ、そうなんや。いいや、甘やかしてます。先輩してるじゃん。先輩してます。これでか。嬉しそう。8期生みんな私好きだもん。いいと思うよそれ。よかった、よかった、安心した。あの逆に8期生がシオンを甘やかしてるんじゃない。結構当てるかもしれない。それは何人かは甘やかしてくれる人もいるんですけど、でもまあ全般的私が甘えてあげるっていう、甘やかしてあげる、甘えてあげる。仲良しないよな。じゃあご馳走してる、いろいろお菓子とか。いや、お菓子はご馳走してないですね。ドーナツはやってないです。ご馳走してあげな。一緒にご飯行ったことはないんです。あ、そうなんや。私も八木ちゃんとなるわ。いいかもな。後輩とあんまないかもしれないです。確かに後輩八木しかいないけど。まあそうだね、うん、確かに。レイコさんも後輩とあんまりご飯行かないですもんね。行くよ。誰？行くよ、アンジュとかさ。あ、それこそロッキーとかもな、うん、私ら後輩やもん。そっか、同期じゃないんだ。後輩やもんな、一応。だってアンジュと私と IP は行ったことない。 IP 一回あの宝塚見に行った。そうや、行ってたな。アンジュと私は頻繁的に行ってますよね、うん、そんな特別に並んでも。だから一人しかないってことですよ、後輩の中では。でもロッキー、そうや、ロッキー、ロッキーは同期みたいなもんですよ。一応後輩どうしても言わせたい。どうしても私だけと言わせたいし。一応後輩。ロッキーとみんな行ったことある。そうやな、うん、うち逆にシンシンとだけご飯行ったことないかも。マジ？え、そうなんよ。中に見えますよそれやったら。だから全体だけやったらあるけど、二人っきり。あ、二人っきりは確かにないな。二人っきりはないな。二人きりシンシンだけないわ。へえ、そう、二人シンシンないな。ふうかさんは二人っきり今までなかったって言って。二人っきりれいこちゃんだけない、この中やったら、うん、あら、え、二人っきりですか？意外、うん、ないです。めっちゃ二人きりいらい、なんかなんやかんややりそうなのにな。何やかんやって最近日本語全然出てきてないな。結構衰退してるやん。最近日本語できないんですらしいです。そう、先生とご飯一緒行ったことないんだよ。あ、シンシン、はい、お先生、お先生、うん、
ピロピロとは東京で1日2人過ごした、知ってますか皆さん、皆さん、私この中の人と全員と2人きりいたことがあるんです。ほんまや、すごい。違う、優香はシオンになんか焼肉連れて行かされて、行かされた、行かされたそう、しかもこうレッスンの前やったよな、はい、レッスンの前に時間があって優香は仕事終わりやって、お腹すいたなみたいな、レッスンあんのに焼肉行きましょうって言って南波の焼肉行ってすげえ。その時あのアンダーライブのリハーサル前だったんです。ああ、はい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 。私もあのキャンプな、うん、去年じゃ今年か、うん、の朝帰りなわけやんか。そうですよ。朝やな、でさ疲れてさ、あしんどってなってる時にさ、れいこさんお腹すきましたって言って、うん、でパンケーキ、うん、生かされた、生かされた、生かされたじゃない、みんな、いやもう連れて生かされる、行きたかったやろ、無理やり無理やり、行きたかったから行ったよ。私もアシオンにゆうやさんカレンダー見せてくださいって言われて、違う違う、じゃあここで違う、はい、カレン連れて生かされました、生かされました、生かされた組、生かされました。でもゆいなさんはちゃんと店とか決めてくれたんですよ、うん、連れてってくださったんですよ、誰は、私が決めたかもしれない。だって生かされたもん。こっちは別に気分じゃなかったけど、急に生かされたから。本当ですか？めっちゃ食べたんじゃないですか？そう、行ったら行ったでいっぱい食べた。クリームチーズ確定みたいな食べて。何それ？食べたんですよ。そうなんか確定とかあって、キムチ。違う、クリームチーズ、え、キムチ？確定です。確定は違うやん。確定は確定やもん。クリームチーズ味のキムチを急に頼んで、初めて見てさ、チーズのキムチって何と思って頼んで、なんか来た、なんか来た、なんかみんな楽しそう、あ、もう詰めよう詰めよう、来た、はいはい、なんかみんな楽しそう、楽しいよ楽しいよ、私たちはなんか来た、わあもう厄介、ひどい厄介な後輩たちに、最近こういう厄介な後輩に好かれてるんだ失礼な、それは本人が厄介になっちゃう、あらそれはそうだ、そういうことか、おかしいな、え、いや、こんな間があったらダメです、こういう間があったらダメなんです、あ、東京のテレビに行くにはこういう間があったらダメです、ごめんなさい、おっぱいを触っちゃって、おっぱい触っちゃって、おっぱい殴られた今なんかあったらダメなんですよ、ね、これは、はい、じゃあ厄介の名前出して、前ピピごめんやけど全然映ってないで、そうやね、いやし、まだ誰か分かってないで、こっちに顔ちょんと出してる、うえっ、お大丈夫、大丈夫、違う、なんか出た今の違う、おええいやー、はい、イノセーブ、レグちゃんが出てる、おはようございます、あ、ハゲてる、ハゲてるって、なんか先輩が意地悪する、ハゲてる、ハゲてる、この人一番意地悪だからな、何言ってんの、後輩にされてたで今後輩が後輩にも先輩にも意地悪されるんですけど、そうですよ、どうしたらいい、かわいそう、厄介なので、どうしたらいいんですか、ド M、うん、同期にもじゃない、うん、味方はどこ、優しい人いないんです、もう何で触ったの、ちょっと待ってないですよ、何？あ、それはもう二人きりご飯行くしかないです。ご飯。なんでやねん。ご飯なんや。シオンすぐそういうの言いがち。うん、でも私後ろで見といていいですか？何を？二人でご飯行くか。ストーカーや。ストーカーやし、ご飯だけ食べて帰んねやろ。会計そのままで。間違いない。いやそや。珍しい5人やな。確かに、もう一生集まることはない一生この5人で配信することはなさそう、みんな貴重、うん、貴重やで、貴重や、貴重ですよね、やほー、みんな寝てるかもしれないですよ、土曜日の朝、まだ昼な、お昼か、私は寝てます、起きてたんじゃん、シオンってマジでずっと寝てるよな、マジ、うん、あ、そうなんや、5時起きひん、そうです、びっくりするトイレも行かずに、え、そう、マジ、なんでそんな知って同棲してるの、バレたバレ た私自分のお家大好き、そういう関係だったんですか、ごめん、アイピーもっと早く言ってくれないと、ごめん、もうどけてもらって、私年上のお姉さんが好きなんで、え、私ってことそうです、かわいい、ちょっとガーターちょうだいあ、また取られた、エッチ、何、なんかエッチ、さっきからもう下からそう、最近からもうやっぱやってるだけやった何テンション上がってんの、何やねん
れいこちゃんのガーター。まだ休日の昼間ですよ。そうよ、ね、いや NMB はいつも深夜のテンションだからな。さっきも言ってた。そんなにテンション大丈夫かな。再放送。再放送。休日の昼間ですよまだ。イエーイ。そうです、ね。れいこさんは本当に優しいお姉さんが好きなので。そう。私やん。お姉さんが、ね、こっちおるんですよ。ねよし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 。だからウーカさんにだけ 目まで笑ってくれる。まあ、目まで笑ってさ笑ってないみたいな。笑ってる目は私のものなんで。みんな。せんよ。そう。ごめんな。逆にあのギンギンな目ウーカさんの私だけのギンギンな目。私のギンギンな目。そうやね。ギンギンになってまうね。いつですか。どうするんですか二人。二人はどうするんですかこれからこれから興味津々やん興味津々です。ゆいなさんはしんしんさんとご飯行ってください。ごめんごめんごめん。さっきアイピティからかそうですよ。あ11月中盤ですけどまだ行ってないですか。行ってないです。やばいですね。行く行く詐欺、行く行く詐欺してます。ひらっぱー行くのこれが一番長いです。1年ぐらい1年以上です。アイピ1年半から以上か。この中で2人きりでご飯行ったメンバーある？レゴちゃん。あ、ご飯ですかね、うん、ご飯も食べましたけど。食べたけどでもラーメンじゃなかったからな。そう、うん、この間ね、あのメイクティアン、メイクメイクさんがね困ってた。あ、かったごめんなさいと思ってくれていいって言ってた。では出口ランキング読みます。あとはウーさんのルームで皆さん楽しんでください。ランキングだけ読みます。13位オクタクさん、12位トシボン、11位ケイタン、10位ガンズン、9位サムさん、8位野原しんのすけのすけさん、7位水野のっちゃん、6位がダイちゃん、5位がハマノン、4位がコジ、3位がシロ、2位がしんのすけさん、そして1位はディクタスさんでした。ありがとうございます。はい、ちょっと面白い配信になってしまったんですけど皆さんどうでしたか。それでは私はメイク行ってきます。ありがとうございました。またね。